ワウスクイーン。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日やってまいりましたのはこちら埼玉県和光市にございますスロット専門店ミリオン和光15店さんです。さあそして今回街道ワンオンワンにお越しいただいている対戦相手の方は、最近初登場の方が非常に多いですけれども、今日もワンオンワン初参戦となりますまゆみさんです。そして今日はですねバトル内容の方がこちらとなっております。じゃーん、はい、見ますか、炎のアニメ系機種勝負ですね。と言っても今のスロットアニメ系機種ってたくさんありますよね。人気どころで言うとバジリスク絆や窓マギももちろんアニメ系ですし、北斗シリーズもこちらアニメですし、特に大選びに困ることはないかなと思います。今回は街道ワンオンワン初参戦のまゆみさんでございますけれども、一体どんな戦いになるのか、過去に一度バトル系の企画で共演したことあるんですけれども、久しぶりのお会いとなります。それでは早速対戦相手のまゆみさんに電話をかけてみたいと思います。おはようございます。あ、もしもし、おはようございます。はい、おはようございます。まゆみさんですか？そうです、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。お久しぶりです。アローズスクリーンシーサーです。あ、はい、まゆみです。前回は制服着て失礼いたしました。いえいえ、とんでもないです。その節は大変お世話になりました。はい、はい、こちらこそ。暑いですね。暑いですね。まあでもそれよりも私まだ今足が震えててとても緊張してるんですけど、どうしたらいいですか？なんでですか、なんでですか。いっぱい出てらっしゃるじゃないですか、いろいろ。いや、もうなんか勝負っていう番組だって聞いて、はい、はい、気合だけはとても十分なんですけども。ありがとうございます。はい、前回まゆみさんと共演した時も実はバトル系の企画だったんですよね。そうでしたね。ちょっと審査さんその時は引きが悪くて、はい、そうですね。今日のお題がですね、はい、炎のアニメ系機種対決となっておりまして。アニメ系機種、はい、まあ、アニメとタイアップしている機種でお互い勝負していこうということになっています。あ、もう逆にちょっと気が楽になりました。もう朝から何言うとうかすごい悩んでたんで、はい、あ、じゃあ、ね、ぜひそのあたり参考に、ね、参考にというか、結構アニメ系機種私好きなのでとてもちょっと助かります。あとお昼に中間報告でお互いの状況を確認したいと思いますので、はい、また後ほどこちらから連絡させていただきます。はい、あ、はい、わかりました。はい、それでは今日は一日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、それではまた後ほど失礼します。はい、あ、はい、失礼します。北斗転生、北斗転生はね結構いい動きしてますから。北斗転生、転生、我々はってね。はい、それでは改めましてになりますが、ローズスクリーンをご覧の皆様どうも、はじめまして。 DMM パチタウンで専属でパチンコスロットを打たせていただいてますまゆみと申します。ちょっと今回ですね、シーサさんとの対決ということで、でこんな私にも応援してくれる方がいらっしゃいますので、ぜひその気持ちに応えられるように本日シーサさん倒したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。こちらの台の右上にお願いいたします。はい、さあ行きますか。あ、皆さん絆、さてさて、いや、やっぱ窓マギかな。いや、ここはあえての北斗行きます。アニメ系機種、やっぱ皆さん窓マギなんすね。アニメ系ですよ、アニメ系、転生のショー。おはようございます。さあ、運命の大鳥合戦、
もうほら絶対に埋まっちゃうんですもん。けどな、あ待って、マドカーがこっちに移動してる。もうずいずい、あ最後の、あー窓曲げ取られた、取られたって私の台じゃないけど。やばい、とりあえずなんか取ります、とりあえずごめんなさい、なんか取ります。さあ行きましょうかね、よろしくお願いします。どうなりますかね、結構気性の荒い機種ですから、良くも悪くもお昼の中間報告でかなり差が開いてしまう可能性はあると思います。がっくんなかったですけど、スロット専門店の日曜日ですからね、それはがっくんがなかったからといって強気のこうなんて簡単な発想じゃ勝負は難しいと思いますよ。はい、狙い台が残念ながら取れなかったんですけども、ケロロ軍曹を取りました。この台でどこまでやれるかわからないんですけども、もう今日は本当シーズさん倒せるようにケロロ軍曹とともにペケポン侵略で頑張ります。アニメ系の台ということで、もちろん絆マドカ取りたかったんですけど、ケロロ軍曹も出るとき出るので。78ゲームというところ、ここでキョウチェリー来ました。これでネアヤクは勝負リプレイ、キョウチェリーと結構天覇に期待が持てる状況となりましたね。早い段階で当たってもいいんだぜ。ここもキョウチェリー、これはいったでしょう。天覇ガルナステージです。さあ今日はまだ投資が浅いところで、これは初当たりのチャンスかもしれません。バトル勝利で AT です。ジューザ、あこれはジューザだ、直撃っぽいですね。大丈夫、大丈夫です。嘘、マジですか。今の買ってほしかったですね。なかなか見れないぜ、ガルダとジューザのバトルは。はい、これでチャンスゾーン突入しました。何からかな、弱中は引いたんですけど、よかった。ハッピーバースデーはあんまりチャンスではないんですが、星2つ。これケロロが自分の誕生日の催促をしてるところなんですよ。全500で抽選ですけど、あここで追加違った、あごめんなさい、ちょっと追加取りこぼしちゃったんですけども、はい、作戦成功ということで見事 ARD 突入しました。ちょっとまだ朝のですね、抽選からの人の多さのおかげで興奮して始まったので、その熱が冷めてないので、説明などもたどたどしくというか、うまく言葉が発せてないんですけども、これを機にケロロ軍曹の面白さを見せれたらなと思うんですが、何も起こらないけど、悔しいな。真剣
ヤンキーは本当、ね、出し方難しいので、サマイ勝負でシーサさんがもしわーって先行して走られちゃうと、多分ケロロ軍曹じゃ追いつかないんじゃないかなと。安倍氏数は893、安倍氏というところで定めの時に突入です。据え置きかなと思いますね。安倍あの天覇の定めの時の突入タイミングもちょっと遅いんですよね。千葉大王あ当たる。スペシャルエピソードここで当たりです。これ久しぶりにスペシャルエピソード見ましたけど、 AT レベルが2以上なんですよね、スペシャルエピソードの時は。しかもこれ北斗ドロイの期待度もかなり上がる演出だったと思います。北斗ドロイか AT レベル2以上のAT 当選となります。投資は1250枚とやや広げましたが、ちょっとこれは最初の AT 期待していいかもしれません。北斗欲しいっすね。北斗7揃いか、何色だ、7揃いの赤オーラ、まあ、ホットドロイでも期待しましたが、さあ AT レベルはいかほどでしょうか。いきます。スペシャルエピソード、スペシャルエピソード経由だったので、まあ、AT 自体期待しましたが、1セット目は勝負玉合計4つですね。これじゃいかんのよ。はー、単発かー、しょうがない、しょうがない。やばい、もうすぐ電話の時間になっちゃう。ちょっと持っちゃおうかな。いや、これからっすよ。頑張れ。あ、またやった。よしよしよし、まあ結果オーライじゃないかな、多分大丈夫。あ、よしよし、やっとチャンスゾーン。なんだろう、チャンスゾーン当選だけでこんな喜んでていいのかどうかはわからないですけど、まあ星3つ。夏目ちゃんの熱を下げることができれば、ラスト。あー、よかったよかった。今日一嬉しいです。投資がぴったり1000枚。ここは是が非でも単発阻止。はい、ちょっとね、いいところなんですけども、今からちょっとシーサさんと電話してきます。さあ、それでは中間報告の時間となりました。こちらはかなり厳しい前半戦でしたが、果たして対戦相手のまゆみさんはどのような前半戦だったのでしょうか。中間報告の電話をかけます。お疲れ様です、まゆみです。あ、お疲れ様です、シーサです。お疲れ様です、はい。まゆみさん、前半戦お疲れ様でした。いや、はい、お疲れ様でした。いやー、いかがでしたかと聞きたいところなんですけども、はい、まずは何朝から打たれました。
朝ちょっと目論み外れまして、はい、ケロロ軍曹ケロロ軍曹ケロロ軍曹、はい、楽しんでますよ。ケロロ軍曹は好きなコンテンツなので、あ、そうなんですか、はい、まあ一応ねアニメ機種ですからね。そうですそうです。じゃあそんなシーサさんは何を。北斗転生ですよ。転生ですよ。転生ちょっともうどっちかですよ。ですよ。ちょっと聞いただけ で、はい、っでビクってなりました、私今。というわけで中間報告を。はい、投資がですね、なんとすごいですよ、はい、1000枚。1000枚結構使いましたね。そうですね、ちょっと噛み合いが悪くて、はい、はい、ケロロと私のちょっと相性がちょっと噛み合わなくて。ケロロで1000枚きついですね。そうですね、でもきつくはないですよ。今ちょうど可能性を引いたとこなんで今。お、ということは午後からは巻き返しに来たいという感じですね。そうですそうです。いろんな可能性を秘めた ART というね、はい、最大の武器を今ちょうど引いたところなので、まだ分かりません。はい、安心してください真由美さん。何ですか。はい、僕はですね、はい、投資が今1600枚あります。え1600枚。はい、そして、はい、持ち込みありません。これからどうしようかな。この台で追加投資するか、はい、移動するか悩みながらのお昼です。これって後半戦からちょっとマイナス域の戦いになる可能性があるっていうフラグですよね今これ。いやいや、そんなことないです。結構この街道ワンオンワンは後半戦荒れるんですよ。あ、そうなんですか。で、大きく収支が動くのはいつも後半戦なので。なるほど。しかもだってシーサさん、はい、転生また打つんだったらそれこそ何が起こるかわからないですもんね、はい、そうなんですよ。1時間あれば2000枚出ますからね。そうですよね。じゃあまた後ほど終わってから最終報告の電話させていただきます。はい、はい、かしこまりました。はい、じゃあ後半戦もよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。はい、失礼します。これは北斗転生続行ですね。3回目の AT でどうなるかいけます。それではまた後ほど後半戦もよろしくお願いします。言ってしまえば、まあ、600枚の差で、まあ、ある種私のちょっとプラスというか勝ちという感じなんですけども、まあ、勝てばいいってね思ってはいるんですけども、少しはちょっといい取れ高をてか見せ場を作って、で堂々と勝ちたいなと思います。後半戦もどうぞよろしくお願いします。それでは後半戦いきたいと思います。まあお互い前半戦で1000枚以上の投資となってしまいましたけれども、まあ、一撃あれば十分まだ勝つ可能性あると思います。いきます、追います。後半戦もここは3回目の ART 当選、3回目の AT 当選を目指して追いかけます。出さんといかん。さあ、シーサさんの状況も聞いてちょっと安心したところで、私はこれから ART です。頑張ります。本当できれば、ね、プラスに持ってって勝負をしたいですけど、でもマイナス同士の戦いも面白いとは思うんですけどね。あ、終わりそう。おわ、終わった。ギロロ猫は知っている。これは何でもないな。反発。はい、念願のマドカマギカ2が開きましたので押さえさせていただきました。残り時間こちらで勝負したいと思います。ケロロ軍曹は十分理解していただけたと思うので、おお、いきなりデカプッシュ。タイトル予告、当たりは少なく、エンディは乏しく、展開悪い今日の転生ですが、演出は強いんですよ、演出だけは。先ほどの当たりはエピソードからの当たりでしたが、今回はタイトル予告からのカーネル登場。これで3回目のエンディ確定です。しか
かし投資がやばいです。2850枚ですね。投資2850枚から今日3回目の投資演武。さあどこまで追い上げる AT となるか。7か外れろ。7ドロイ緑オーラ。ここですよ、今日の勝負どころは2850枚。取り返すにはかなり厳しい状況ですが参ります。頼むぞ、ここは絶対単発で終わらせるなよ。2回目の AT と同じく、ここも1セット目は勝負玉6つ参ります。よし、あーやっとクリアしました。1セット目どんどんいきます、どんどんいきます。レア役も AT 中なかなか引けていませんでしたからね。さあここでキャッチリーはありがたい。そしてベルリップもあります。いくつ勝負玉は来るでしょうか。ここはダクシリー5つ。ちょっと動きが変わってきたんじゃないですか。ようやくここに来て、山のうど、ここも勝負玉来るでしょうね。はい、8つ目、いけるぞ、いける流れだ、いける、まだ諦めてません。もしかしたら勝てるんじゃないかって思ってます。逆に今日やっぱなんかどれ何でもそうだけど何も起こんないと開けてきちゃうね。もう弱者で大げさな演出出してこなくていいですよ。強制の方が静かだった。ああよかった、いた、よかったんじゃないんだ。ここからまた頑張らなきゃいけない。ホームラン、赤まで行った。おー行ったじゃない、リプレイ3回で。とりあえず第一関門クリア。おー50ゲームだ。スイカ珍しい。強制で30、マギカクエストかな。あ、負けちゃうんだ。私は京子ちゃんが一番好きです。ごめんなさい、待てなかった。あ、ここ大事じゃん。ここ大事。あ、やばい、見なかったレベル。
やべ。やばい。落ちた。最悪。クラウド三十。興奮しましたね。終わってしまったよう170ゲームの293枚、残念。まあでもケロロ軍曹より出ました。5セット目は勝負玉1つも増やすことができませんでした。6つの勝負玉で真剣勝負です。いきます。うわー、これは痛い。勝負リプレイ。うーん、5セット613枚か、全然ダメやん。もったいなかったっすね、今の5セットで終わらせたのは。やってまいったみたいなので、いざ行くやめたいと思います。結果をこの後聞いて楽しみにしたいと思います。それではお疲れ様でした。ほらもうね、5000枚オーバーでしょ。もう交換されてる台もありますけど、この辺もねいっぱい箱が積んであったんですよ、さっきまで。いい動きしてますよね。多分座ってるならこの右端の台か、上に6箱積んでる台、あの辺りだったかな。ただの負け惜しみですね。はい、それでは私の実戦は終わったんですけども、ちょっとホールさんのですね状況をお散歩しながら見ていこうかなと思います。大穴だと思います。マージャンファイトクラブ2、素晴らしいですね。ちょっと通りづらいことになってますけども、まあ抽選良ければどれかには座れたかもしれないですね。狙いは間違ってなかったとは思います。狙いと言いますか、打ちたかった候補ですからね。はい、もう別積みしてなくても大体積まれてますもん。ゼータガンダムこんなに出るんですね。ゴッドのハーデスト凱旋コーナーですね。特にやっぱ凱旋がすごかったんですけども、まあやっぱ人変わっちゃってね、メダル交換しちゃった台もちょこちょこあるとは思うんですが、やっぱり迫力がありますね。わかりませんよ、まだ結果聞かないと。めちゃめちゃ投資広げてるかもしれない、あっちが。前半の時点で1600枚でゼロで、もしかしたらもうちょっと投資がかさんでるかもしれないから、持ち、かかってきた。よし、出ます。はい、まゆみです。あ、お疲れ様です、シーサです。お疲れ様です。あ、まゆみさんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ暑いですね。最終報告のお時間。あ、暑いですね。外暑いですね。もうなんか今日は駅前でお祭りとかやってまして、こちら。あ、そうなんですか。すごい人も多くてですね。おお、こっちのなんか近所の公園は全然ガラガラですよ。あのお店の裏の公園ですかね。そうです。あ、よく知ってらっしゃる。もう平和台さんも大変お世話になってますので。そうです
か。まあ今日は楽しい一日でしたね、まゆみさんね。そうですね。はい。またね、機会があればぜひ。いや、もうぜひぜひ、はい。ただちょっと結果報告はしないといけないので。はい、そうですね。はい、投資は、はい、1900枚。おお、いったね。使ったね、はい、結構1900枚で。はい。で、問題の回収の方なんですけども、はい、ゼロ枚。え、嘘。ゼロ枚ってことでマイナス1900枚で終わりました。なので、あともうシーサさん待ちです、はい、待ちというかシーサさんの結果を願うしかないんです、私。安心してください。嘘でしょ。安心してください。はい、投資枚数が、はい、2850枚。2850枚ですか。2850枚。え、そして交換枚数が、はい、あります、472枚。泥仕合でしたね、今日は。泥仕合でしたね。なんかもう面目ないって感じですけど、せっかく来ていただいたのに申し訳ないです。いやいや、全然全然。あ、こちらは全然もう私のですね、あの下手くそさが際立ってしまって、ちょっとすいません、ちょっとお祭りが始まっちゃって、太鼓の音がどんどんうるさくてすいません。この太鼓の音、それなんですね。はい、というわけで、まゆみさんの方が今日は、はい、まあ勝負の結果は勝利ということになりますので、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また、また機会があればぜひよろしくお願いします。ぜひ、あの、個人的にはリベンジをちゃんとした形の動画撮れるようにリベンジさせていただきたいなと思います。あ、いえいえ、もうこちらこそまたよろしくお願いします、はい、いや、もうこちらこそありがとうございました。はい、どうもありがとうございました、はい、それでは今日はこれで失礼します。あ、はい、失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。いいですね、日本の夏という感じですね。こちら和光市駅前はですね、今日は盛大なお祭りが目の前で繰り広げられていますが、今回の街道101、僕の方が負けてしまいましたので、プレゼントを、そうですね、今日はこれを、じゃあ3名様、街道101 T シャツを3名様にプレゼントしたいと思います。はい、今日はお互い大きなマイナスで非常に苦しい実戦となりましたけれども、また次回も次々回も続いていきますので、また次回もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。すごい太鼓の音、ズンチャンズンズズンチャンって言ってますけど。はい、勝ちました、ありがとうございます。なんかこういう勝ちでいいのかどうかってとこなんですけども、でも番組の企画は無視してないと思うので、あまり活躍はできなかったですけども、頭の隅にこんなやついたなと覚えていただけたらありがたいなと思います。またぜひお会いできることを願っております。すみません、本日はこれにて終了でございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。アローズスクリーンチャンネルへのご登録もお待ちしています。